俺の勘が間違いだってのか。最初で最後の見せ場かもしんねえんだから、活躍させてくれたっていいだろう。いや、そういう問題じゃ。うるせえ、でかい口聞くのもそこまでだぞ。今すぐ黙らせてやる。部屋に閉じこもってたんだろ。やっぱ連れ去られたとしか考えらんねえって。犯人が無理やりサイオンズの部屋に押し入って強引にさらってったんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから犯人に狙われちまったんだ。サイオンズは部屋に閉じこもってたんだろ。やっぱ連れ去られたとしか考えらんねえ。犯人が無理やりサイオンズの部屋に押し入って強引にさらってったんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから犯人に狙われちまったんだ。でもサイオンズの部屋には鍵がかかってたんだ。その鍵はあいつの懐にあったんだぞ。サイオンズが自分で鍵をかけた可能性が高いんだ。鍵なんて犯人がかけたんだって。ホテルの鍵が懐にあったのだって後から犯人が入れただけかもしんねえだろ。わざわざ鍵を懐奥深くに入れる理由がない。あの鍵には犯人も気づいてなかったはずだ。待てよ、西園寺の死体を思い出してみろ。着物がめちゃくちゃだったじゃねえか。あんな風に着物が乱れてた理由は一つ、犯人とバトったからだ。その言葉切らせてもらう。